さあ格闘技のメッカ後楽園ホールは天太の心そのままに燃え上がっています。さあ輪島に続く超大物新人琴天山ジョン天太のデビュー戦です。王者の魂が鳴り響きます。ご覧の師匠のジャイアント馬場とチームを作りました。カナダのアマレスチャンピオン大相撲24連勝注目の男琴天山ビッグジョン天太が入ってまいりました。相撲界からプロレスに己の第二の人生をかけた天太ハードトレーニングに明け暮れた日々必死になって減量に取り組んだ日々その胸中をよぎるものは一体何でありましょうか。さあ6歳の時からの夢が今実現します。ご覧のアマレススタイル天竜からプレゼントされた紺の釣りパンがよく似合います。さあ相撲で24連勝の天太が25個目の白星をこのプロレスデビュー戦で飾ることができるんでありましょうか。天太にとりましては一世一代の大勝負です。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより日本テレビのイベントコンパニオンによりまして豪華な花束が贈られました。虎の入れ墨が吠えます。ジョン・テンタビッグジョン・テンタであります。さあ国際決戦軍の入場だ。ダッシャー木村と鶴見五郎デビュー戦の相手としては不足ない相手ですが何しろ危険いっぱいの国際決戦軍です。嫌な相手です。まあ、これまでの一冊から打倒馬場を狙ってくるでありましょうが当然マナ弟子のテンタをも潰しにかかってくるでしょう。新人潰し軍団とも言われております。国際決命軍のゲリラ殺法が火を吹くでありましょうか。これがビッグジョン・テンタであります。早速リング上鶴見とにやみ合うビッグジョン・テンタ30分の一本勝負デビュー戦です。国際決命軍の参謀であります鶴見五郎ジェイクのジョン・テンタの方を睨んでいます。孤高の戦う鬼軍曹ラッシャー木村こと天山ことジョン・テンタいよいよデビュー戦師匠ジャイアント馬場輪島そして高木そして天太を育てました。ご覧のようにシューズとそして、この釣りパンの前の部分にカナダの国旗がデザインされております。カナダバンクーバー出身の23歳元幕下東43枚目琴天山前相撲も入れますと24連勝という記録が残っています。そしてまたアマレス83年世界ジュニア選手権のチャンピオンさあその琴天山が出るようだ。国際決命軍は鶴見五郎であります。まあ、昨年7月に入門しましたテンタ輪島高木の活躍を横目で見ながら本当に黙々とトレーニングに励んできました。180キロあった体が山田さん160キロの減量に成功しまして短いようになりましたね。非常に、ね、締まってね、それだけスピードも上がってきましたね、はい、そしてまたひげを高めましたジョン・テンタまずはアームホイップを見せました。たくましくなりましたジョン・テンタであります。おー変わらないしですね、はい。まあ、この試合前にも歌舞伎選手と入念なこのグラウンドの展開これを勉強しておりましたジョン・テンタ。さあ今度はエルボーおっと鶴見五郎が 2,3 歩後ろに下がってしまいました。またこのシリーズ前には高校時代に日本カナダ親善試合で合宿しました国士舘大学のレスリング部で特訓を行いましたジョン・テンタですが山田さん楽々と担ぎ上げてしまいますね。そうですね、はい、こういったところは本当にね体力ですね。相撲で鍛えたそしてプロレスに入ってベンチプレスで鍛えましたこの怪力なんと200キロをベンチプレスで上げてしまうこの怪力です。まあ、山田さんまさにカナダのグリズリーというそうですね呼ばれ方してますがね、はい、あれだけね、はい、身長があってあそこまで高く上げられ、はい、なおかつ放り投げられると相手の選手のダメージはかなり大きいですね。そうですね、まあ、技としては何気ない技なんですよね、はい、まあ、強いて言えばデッドリードライブと、はい、殺人投げということになるんですがそうでしょうね。まあ、今日はですね AP 通信社も取材に回りましてカナダ各国へこのデビュー戦の模様が伝えられますので非常に張り切っておりますジョン・テンタ。そのジョン・テンタからジャイアント馬場にイタッチが行われました。この馬場と木村も熟年対決をいたしました。しかし今日はちょっと色合いが山田さん少し違いますかね。はい、そうですね、まあ
いわゆる天太選手のデビュー戦ということで、ムードがちょっと違ってきてますからね。さあいい形でジャイアント馬場がこのジョンセントの待つ赤コーナーへ連れてきた。そしてもう一回木村を呼び入れます。まあ、馬場選手としましてはこの23歳とジョンテンタは若いのでじっくりと育てたいと、まあ、将来は全日を背負うレスラーになってもらいたい、こういう希望を持っているようですね。そうですね、はい。まあ、しかし選手を育てることについてはね、はい、もう馬場選手は本当に名人ですからね、はい、このグランドへの展開、この辺はジョンテンタエプロンサイドでよく見てもらいたいと思います。あ、今珍しい入り方をしました ね、 そうですね。木村こらえることができませんでした。ちょっとフェイントモーションでしたけどね、まあ、このテンタはテンタのレスリングをしてもらいたい、枠にはまらないファイトをしてほしい、このように馬場選手は語っています。山田さんはどういうファイトをテンタに望みますか。もちろんね、はい、こういう大型のね、選手ですから、はい、自分なりの型というものを次第に身につけていくでしょうからね。そうでしょうね。さあそのジョンテンタにタッチが行われました。おお、これだけのウェイトがあって動きがやっぱり早いですね。それはね、アマレスやはり鍛えてますからね、はい、ああいった基本技はね、難なくこなしますね、はい、そうですね。まあ、このチャンピオンズナイト、今日は後楽園ホール、第1戦でありますが、山田さん、第2戦では長野大会生中継で来週この時間お送りしますが、クリスとのシングルマッチももう決まってるんですよ。まあ、どんどんね、はい、大きな路線を敷いて、はい、まあ、飛躍させた方がいいでしょうね。そうですね。さあジョンテンタが、ジョンテンタが怒りの表情でラッシャー木村に向かっていきます。まあ、今のね、はい、プッシュなんですが、いわゆるその張り手ね、あまり上手ではありませんけれども、何しろ力があるから、はい、一発決まると相手は吹っ飛びますね。まあ、この国際決命軍としてももう必死、ご覧のように足をすくって負けるわけにいきませんからね。そうですね、はい。まあ、この馬場と国際決命軍の構想でも、まあ、すでにテンタもこの国際決命軍の反則に業を煮やしまして番外戦をやっております。ラフファイトにも強いものを持っていますジョン・テンタであります。あ、それから山田さん、ちょっと放送席から今私捉えたんですけれども、ラジャーライオン選手がこの試合見てますね。あ、なるほどね、なかなか熱心ですね、はい、この馬場選手に挑戦、これがラジャーライオンです。馬場選手と東洋ナンバーワンの決定戦をしようじゃないか、このように挑戦状を叩きつけてまいりました。さあアマレススタイルの、ストロングスタイル、これを身上にしたいというジョン・テンタ。あっと、ここでラフサッポンが出てきた。ちょっと下腹部の急所を狙われました。さあ、あと鶴にも130キロ、160キロを持ち上げました。投げたね、鶴選手の方がひっくり返っちゃいましたね。そうですね。あと今度はそのまま抑え込みます。カウント2、なかなかやりますジョン・テンタ。そして今度はボディークラッシュを一つ見舞って、あー、フロントスタンプレックス、グリズリーボーがここで爆発、いきなりいった。いや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 、電光石火のフロントスープレックス、山田さんちょっと許してください、なかなかスピードはありましたね、はい、おっと、そしてカナディアンバックブリーカー、カナダ出身のジョン・テンタがカナディアンバックブリーカー、木村たまらず出てきた。あー、こういう必殺技の山さん持ったんですね。いや、豪快な技を出してまいりましたジョン・テンタ。10分が経過、途端に試合が荒れてまいりましたが、さあどうなるのか、デビュー初白星を飾れるのか。さあ鶴見五郎を追い詰めて、さあ何やるか、もう一回フロントスープレックスか、フロントスープレックス、見事な人間鏡を描いた。シングルマッチだったら山田さん、これ完璧に言ってるかもしれませんよ。言ってますね、そして今度はサイドスープレックスに、おっと、またカナディアンバックブリーカーだ。これは豪快、これは豪快、なかなか大技の展開いいじゃないですか山田さん。そうですね、しかし、はい、木村選手に完全に妨害されてますね、そうですね。さあこの辺りであります、2人がかりでジョン・テンタを痛めつけようというところ。さあ馬場が出てきたぞ、木村を放送席前へおっぽり投げた。さあここは師匠の援護射撃を得て、ジョン・テンタが初白星を上げるか、どうだ、あーっとかわされた、鶴見にかわされた。そして何があるか、鶴見トップロープに登りました。おっと、しかしベアハックだ、ベアハックだ、ベアハックだ、熊の抱きしめだ。そして今度はサイドスープレックスか、おっとカナディアンバックブリーカー、カナディアンバックブリーカー、今度は誰も助けに、腕を絞ってますよ。そうですね、これは逃げられません。さあどうだ、さあどうだ、レフリーが今場外を馬場と木村を脇に行っておりますので、これはギブアップ入るかもしれません。
に敗れたのどうですか。いやもう完全にギブアップの体勢ですよね。しかしながら試合の権利であるのはこの2人ですよね。そうです。はい、しかしあのレフリーがね、どういう判断を下すんでしょう。そうですね、ちょっと聞きましょう。木村のリングアウト。ははそうしますと権利のあったのは木村とこういう風に判断してるんですね。なるほどなるほど、まあ、しかし山田さん見方によっては、まあ、今ちょっと収拾がつかなくなりましたけども、ジョン・テントのこれギブアップ勝ちとね。そうですね、あのクラビアとクリーカーということに、ね、なりますね。十分ありますよ。さあジョン・テント反則、いやいや、リングアウト勝ちということになりましたけれども、さあ木村がマイクを持ちました。こんな判定はないぞ、これの。こんな判定あるか、これの。よし、ないぞ、これの。今日はな、今日はママに久しぶりだったから俺は興奮しちゃったんだよ、俺の。俺はパパに会うとな、すぐ興奮しちゃうんだよ。もう一回聞けよ、これの。こういうお返しは怖いぞ、これの。ホトテンタ、お前よくパパに鍛えてもらえ、もっと。もっと鍛えてもらえ、これの。いや、山田さん、以前にもこのジョン・テンタを鍛えておけという、木村の挑発がありましたが、よくここまで育ちましたよね。そうですね、まあ、なかなかね、はい、今日のコト・テンタですね、はい、非常に動きがね、軽かったから、はい、非常に先の望みがあると、はい、まあ、まだ問題はね、技のつなぎがね、はい、まだまだ出ないですが、これはまだ新人ですから、はい、仕方のないところですね。そうですか。11分43秒、リングアウト勝ちでジャイアント馬場、そしてジョン・テンタが、勝利を収めております。ジョン・テンタデビュー初白星になった試合でございました。